ラジオニュースの時間です。だけど、まあ、昨日ね、はい、公式のブリーチの生放送では終わりで、ニュースが実は発表されて、はい、重心化も来ましたよと。こちら、はい、スキッティでしたね。でしたね。また意外なとこ来ましたね。相当意外だったね。忘れられてはいたけど、使用頻度的には間違いないかなと思いますね。マジ使わないですからね。本当に使わなかったね。本当に使ってなかったね。うん、アビリティがアンチウィンド帰属性耐性スワビに、はい、ゲージでアンチダメージオールとアンチ魔法陣を持っております。はい、で、スタイルショットが8ターンのランダで、2段階目が16ターンで打ってます。で、友情コンボ、長距離貫通拡散弾 EL5 に、はい、ラウンドフラッシュで、砲撃型です。はい、反射。ございます。はい。スキッティって SS 前何ターンでしたっけ？スキッティの SS が16。16か。進化、16。で、以前のスキッティなんですけど、そのシャンバル使われてた方、神化かな、あ、進化か。進化です。進化の方が、16ターン吹っ飛ばしで、あの、吹っ飛ばしの部分が100万固定だったんですよね。あ、200万だっけ？確か100なんですよね。何だったっけ？確か100万固定なんですけど、間違いなく超えてくるかなと。思います。あ、サキバスの伸び幅見れば分かると思うんですけど、サキバスと一緒なのかな。もしかしたらサキバスと一緒になるよね。1段階目が80万で、うん、2段階目が160万かな。おそらく一緒だったらそれになるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、まずそこが一つやばいところじゃないですか、うん、あともう一個やばいのが、まあ、ラウンドフラッシュですよね。攻撃型がもうメインは初、ね、セーラームーンがサブで持ってるんですけど、うん、まあ、一応こっちもサブだけど重心化なんで、うん、あのメイン威力になりますと。はい、でそちらについてちょっと検証っていうか計算してきたんですけど、うん、オセロのラウンドフラッシュが 85,415 って数字なんですね、はい、でこれに対してオセロの強いと言われたところは、うん、あの弱点キラーが乗るんですよ、うんうんうん、で先に言っとくとバランス型とかのラウンドフラッシュが 119,582 って数値なんですね、はいはいはい、でオセロの弱点キラーが発動した時の威力が 128,123 になるんですよ、はいはいはい、なんで1万ちょっとぐらい、あのバランス型のやつを弱点だった時の威力が高かったよっていうのがオセロだったんですよ、うんうん、で、あれでもむちゃくちゃ強いって言われたじゃないですか。強いよね。じゃあ砲撃型はどうなるかと、うん、エルドラドの 119,582 バランス型に対して 1.4 倍の威力が大体でね、うん、ほとんどの友情はそうなんで、この計算方法を使うと 1.4 倍になるんですけども、威力 167,415、 もう優に超えてきたよね。はい、なんで 167,415 切り上げなんで、全部おそらくその威力になるんじゃないかなと思ってます。で、ちょっと夢を広げたいなと思って、うん、他の計算もしてきました、うん、167,415 がベースの威力ですよ、うん、これに遊撃エールをつけるとどうなるかですね。遊撃エールつけた時の威力言いますね。 209,269。 これ結構やばいことで、で、ま、もっと大げさに言いますよ、うん、209,269 に、じゃあ極みつけたとするじゃないですか、うん、紋章で、うん、そうすると 1.25 倍になります。そこでの計算が 261,587。 これで、数値で言ってるとすごい分かりづらいかもしれないですけど、すごい分かりやすく言うと、オセロの弱点ヒットの時の2倍の威力です。大体やばくないですか。モリモリもうマシ、モリモリだと、カンマシ、モリモリマシマシだと2倍ですね。オセローのオセローの2倍はちょっとやべえなと思って。じゃあもう真ん中置いた日には、真ん中置いた日には正規末、敵やこれやばいかもね。マジでこれはしかもインパクトだけで言うとリコールぐらい期待していいと思う、うん、本当にテレベルにこのラウンドフラッシュはやばいですね。いや、ラウンド、そうだよね、うん、ただデメリットもちゃんとお話ししとくと、うん、あのリコールとじゃあリコール死んだとかオセロ死んだとかなってると思うんですけど、全然違うんですよね。オセロと、まあ、もう一つの組み合わせ友情も違うのと、あとリコールに関しては、うん、フレアってどこにいてもあの範囲を広がってくれるじゃないですか。そうだね。あれが強みに対してやっぱラウンドフラッシュって端っこにいるとどうしてもね、壁に当たっちゃうからね、うん、最初にね、範囲が取れないっていう弱点はあったりするんで、うん、そうですね。なんでそこがやっぱ上下するところなのかなと思います、うん、ただ8ターンで張り付けるっていうのはね、リコールオセロと並んでそこは持ってきたところだなと思ってますね、うん、噛み合ってんすよね、うん、噛み合ってますね、こいつだいぶ噛み合ってますね。いや、まあ、言えば対戦もあったりがして、さらにあって、あとアンチウィンドでウィンドでの配置がずらされないっていうのも一応噛み合ってるところではあると思います、うん、これね強いとは思いますけど、どうなんでしょうね。やっぱリコールって結局砲台としてガンガン連れてったじゃないですか、うん、でもあれほどの便利さあるかなって正直ちょっと思ってて、多分ないと思うんですよね。まあ、でもさっきも言、うん、そのまさに
ね、デメリットは言ったから、うん、まさにそこはちょっとね、あそこまで楽ちんではないと思うけど、ね、はい、だから正直そのリコールほどインパクトはあるとしても、使い勝手としてはそのどこのクエストでも連れてったら強いじゃないですか、リコールって今現状、うん、それほどにはならないんじゃないかなって予想してます、うん、バカ強いけどやっぱ配置がすごい必要になってきて、ランダがあると言えと2ターンに1回は自分で配置取んなきゃいけないんで、だから、うん、そのクロート、うん、クロートの人はでもが使うとなんかもう常に火力出せると思うけどね、もう次のグランプリかジュニアグランプリでスキッティが使われてる未来が見えます、ね、このね打ち方、そうだよね、オセロもなんかそんな感じで使われてた、ね、で、あと、まあ、配置のしやすさですよね、予想しづらいじゃないですかパワー型とかと比べて、うん、でリコールも砲撃型なのにスピードはそんなに大きくないじゃないですか、うん、なんでその辺のスピードもついてくれたら、まあね、捨てはちょっとまだ分かんないからね、はい、多分300超えないんじゃないかなってちょっと予想してるんですよねスピード、そしたらまあ配置はしやすいかもしれないですけど、押せるほどやっぱ減速もしてくれないし、確かに取りやすさで言ったらちょっと、まあ本当ね、うん、いわゆる砲撃型のステータスになったらですね、うん、はい、期待ですね、うん、なんでそこはありますね、なん であとはまあ、楽なキャラとして使われはしないかなってちょっと思うんですよね。そのやっぱどうしてもダメージオールっていうと今ヒミコとか強敵いっぱいいるんで、うん、どうしてもその集会とかには選ばれない可能性がちょっと大きいかなと思います。だから使って楽しい系のキャラにはなってほしいですよね、うん。なってくれると思うんでね。ラウンドダッシュ最近だとまあ、エルダルは元カストだったと思うんですけど、うん、テンパクとかついてるんですよね。この前のオラコインのキャラとかで、うん、あれとかでだから結構使う感じは似てくると思うんで、まあ、シャンバラ普通に使えると思うし、まあ、他どういう接待もらうかは分かんないけど、でも無属性だったら他のとこいけるしね、余裕で。そうですね、まあ、あとラウンドフラッシュの配置で張り付いたら、一定今何も触れてないですけど一応拡散弾出ますからね、あれも近距離強いですから、うん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 、相当その近距離に対しての威力だったらピカイチなレベルになったんじゃないかなと思います。相当出世した、いなくなるよ、マジで出世しましたね、うん、これびっくりですよね、上げ幅もやばいし、上げ幅おかしいでしょ、これどっから出てきたんだよラウンドフラッシュ、これ上げ幅で言ったら結構最強、結構、うん、もう本当過去一クラスって言っていいよね、いやマジでトップクラスに入ってくる、間違いなく上げ幅の話すんなら、上げ幅とその強さも見合ってるよね、うん、元の弱さも異常だったからね、まあ本当にそうね、うん、いやこれは強いでしょうね、楽しそうですね本当に、これよく本当爆発とかじゃなくて、うん、なんでスキッティ、ね、なんでスキッティにラウンドフラッシュつけたマジでね、これも爆発だったら爆発で違いましたけどね、その当たりに行くのプラスアルファ当たりってやつの友情が出るっていうのもやっぱ強みだったから、まあちょっと面白そうではありますよね、面白そうではある、早く使いたいって久しぶりになりますよね、これはね、はい、なスキッティの衣装それぐらいだと思うんですけど、であとまあ固定も入るのは嬉しいね、すごいよね、オセロもリコールもスキッティもさ配置してあの友情みたいなあるじゃないですか、だそれ以上にその SS でも出せるってのになっちゃいましたよね、そうだよね、うん、だからどこまでやってくれるかですよね、これはね楽しみ、楽しみですね本当に、うん、でこちらが、はい、来週の、火曜日ですね、まあ、いつも通り8日12時から重心化解禁になってますので、うん、皆さんぜひそちら、はいはい、よろしくお願いします。で、まあ、あとは大きいニュースというのはなかったんですけども、はい、今回、まあ、ラッキーモンスターまた、はい、新たに発表されました、はい、5月6日から13日のラッキーモンスターなんですけども、うん、猫股と、クイーンバタフライでポルターガイストに明智光秀に、ドーミャジャンコの5体、はいですね、まあ3種類そのうち作っていれば恩恵受けれますよという感じですね、うんうん、まあ、ある程度やっぱ月球局とか、うん、その辺のちょっと難しめなのが1個と、うん、あの普通の究極3個、うん、制限が1個ってイメージですかね、やっぱ前回で一緒かな、そう、うん、でもクイバタも結構言ってたしね、うん、あんこも言ってた、ね、こんな感じで、あんこクイバタ入ってきましたね、うん、まあ、だから来週あたりなんかクイバタのあたりがダークドラゴンとかとかやっぱすげえ簡単なね、そうそうそう、ところになってくるんじゃないかなと思いますけど、うん、ねえ、うまいバランスです、ね。うまいバランスだと思う。絶妙に3体持ってなさそうですもんね。結構、クイバタンコだけ持ってるって組み合わせの人多そう。ああ、てか、猫股とか自分もいないんじゃないかな。うん、いないレベル。猫股いない。自分いない気がする。ここはいる。あれいいと思った。アプリ内で見れるんですよ。あ、そう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 。あれいいよね、うん。来週のラッキーモンスターって最高にいいわ、うん、あれ。表示出るんでね。そう。左上に。あと、まあ、ここにもあるし。で、あと、持ってないと所持していませんって。そう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 。ぜひそこ確認していただいて。うん、ですね。はい。まあ、3体でいいんでね。そう。3体まで作って。で最後にちょっとこれはまあニュースは関係はないんですけれども、はい、挽回くじ結構ね、うん、あのライブでも問い合わせ多かったですし、そうですね、はい、あの意外になんだそれみたいな方がいるんですけれども、うん、今ここにじゃテロップで全部出しとこうかな、このキーワードを今あの左上の方になんか
ちょっとブリーチっぽいアイコンみたいなのが出てると思うんですけども、そこにこの入力していただけるいただくと、あのアイテムがね、もらえます。なんで、必ず入力したがね、もう得なんで、ですね、全部で10個かな、はい、10個ありますんで、はい、入力していただけると、いいですよ。なんか結構忘れてる人とか、そもそも、それが何なのか分かんないとか。キャンペーンの応募だと思って、そうそうこれじゃあいいやみたいになってる人いると思うんですよね。うん結構じゃなくて普通にゲームのアイテムもらえますんでね、うんはいうん、ぜひよろしくお願いします。こちらが一応入力期間が2日から10日までなんで意外にないんですよね、うん、だからそう早急にこれを見た方でやってない方は入れてほしいですね、うん、テロップ今多分出てると思うんでこれを入力していただけると、はい、で、令和初コラボっていうキーワード、まあ、見てるんで分かると思うんですけど、うん、このワードだけ、皆さん固定でオーブが5個もらえます。で他のやつは、熱いところで言うと重流玉、あとはフエールビスケット、はい、この辺りが入ったり、あ特玉実装これが当たりだね、そうだね、この3つ、はい、あと2つがスタミナミンとコンティニミン、はい、これはあと残りの9個のワードだと、うん、それぞれ入れた人の引きもう完全、はい、ランダム運ですね。なんでビスケット3個出たって人もいれば1個も出なかったって人もいたりするんで、ここは引きなんですけど、うん、まあ無料なんで絶対やった方がいい、やった方がいい、絶対やった方がいい、やってください、うんうん、間違いなくね、うん、本当は動画とかツイートとか見てね、あれなんだよね、集めなきゃいけないキーワードなんですけど、一応こちらで全部網羅してます、うんはい、で全部ひらがなですね、全部ひらがな、解放の呪文みたいな感じ、うんうん、なんで入れてみてください、うんはい、ぐらいかな、うんうんまあ、臨時ニュースっていう形で公式さんもね、うん、やってましたけれども、うん、なんかあるかなこれ、なんもないね、なんもない、作るかないよね、ないね、あと一応言っとくと、うん、まあもう分かってる方いるかもしれないんですけど、うん、アイゼン宗介の出現方法、今回のブリーチコラボにおいて、そうだね、はい、が、当然要、要、うん、と、銀のクエストを全ての難易度クリアで出現する、はい、で条件は分かりました。そういう本はやらなくても別に出現するみたいです、うん、で来るところなんですけれども、うん、今日の朝とかも来てたみたいで、うんまあ、今日今金曜日で朝来てたんですけど、うん、注目ってスケジュールのところに注目ってあると思うんですけど、うん、あそこの空白にやっぱ来てるみたいです、うん、ああやっぱじゃあ、はい、怪しいところに来てるんだね。そうですね、なんで予定が立てづらい、いつ来るか分かんないって人はその注目のところ、まあ、確定、こちらは確定ではないんですけど、うん、注目のところをまさに注目して見ていれば、うんそのタイムにちょうど予定立てやすいんじゃないかなと思うので、うん、まあちょっとスケジュールで見ていただければ。ちなみに今来てますからね。はい、来てます、ね。3時5時で。はい。まあだから、言った通り、なんか1日2、3回ぐらい来る可能性がありますね。うん、2時間で、うん。だからまあ大丈夫かな。まあストックとかもできないんでね、うん、仕事忙しい方とか。ストックちょっとできないんで、ね。学業忙しい方とかは、まあぜひ。予定は立てづらいのが非常にね、いやらしいところではあるけど。来てるやんってなるよね。うん。休みだから、ちょっと時間取れる日に、休みの日とかに、うん。ですね。ちょっと。まあでもクエスト自体はそんなに、うん、そんなにというか普通に究極の難易度なんでね、うん、ですね、はい、であとは想像以上に10日のモンストの日の超絶豪絶爆絶がしょぼかったっていうの、あもう出たんだ、そこ見てますね、カナン、ブルータス、うん、あと何だったかな、あでもカナン集めてるところだから、あエデンだ、エデンか、ブルータス、カナンとかだった、だからやっぱまだ集めてない方、初心者の方とかがなんか集めやすいように、その割と最初の方のやつとかも混ぜてちゃんとやってくれてるのかなって思いますね。うん、カナンとかも ね、結構最初とかやりやすいもんね、うん、あれはね。今相当回りやすいモンスターいっぱいいるし。うん、そうですね、うん。結構楽しくできますよね。楽しくできる、普通に。ブルータスも今ね、通したらね、やばいよね。もう一番ぶっ壊れたんじゃないかな。そうだね。ワルプルとかやばいよ。そうなんで、サクサク、ガチャゲン曲なんだ、そこね、うん。ブルータスとかで、うん、スキッティとかも面白いかもね、もしかしたら、ね。ああ、どうなんでしょうね。もしかしたら。あそこなんかでも友情ってイメージあんまないですよね。ラウンドラッシュでも入りそうですね。入りますね、おそらく。卑弥呼とワルプルが入ってるんで。うん、なんかボス削りがだるそう、ね。ああ、それはあるね。うん、はい。まあでもいろいろ使ってみてね、うん。はい。やってみてほしいですね。全文曲だからね。はい。で、まあ、そうですね。で今日の夜も迷いが来ますし、はい、明日は21時から、直球局の口切りパキオンも来ますね、うん。そちらもね、ライブしますので。はい、ぜひよろしくお願いします。まあでも本当スキッティ良かったですが、うん、意外になんかねスキッティもファン多いんで、うん、あと ラウンドラッシュ結構ついてないから、うん、星5、6ついてないから、ね、本当について良かったですかね、うん、人はぜひコメント欄よろしくお願いします。いやもうねこの機会確かにラキモン増やしときますわっていう人はねチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回もゲームズダテ城4からお送りしました。ナビロでしょ、シロでした、ご視聴ありがとうございました。あかん。
つけまくってやるぜ。やめてよー。